は JITB 池袋放送局と映画七福神制作委員会、そしてオーシャン 5O の提供でお送りいたします。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。と言ってももう14日過ぎてしまったんですけれども本当に月日の経つのって早いですよね。でもなんか今年はいいことが起こりそうな予感がしています。この番組でアシスタントを務めさせていただいております飯尾ひどこです。今年もよろしくお願いいたします。さあ、それでは MC の琴響さんをご紹介いたします。琴さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。皆さんもおめでとうございます。脳みそもおめでとうございます。心もおめでとうございます。はい、それでね、去年8月13日から不思議な世界の今年引き始まりましたけど、今年は霊の話、宇宙の話、ね、宇宙人なり過去に魂がどんな風に動いたか、霊の話とか変わった話をいっぱいしたいと思います。まあ、今の現実の世界で隠れてる世界がいっぱいありますから、それを解き明かしてえへへって笑いたいと思います。それでちょっとお待ちください。これは猫ちゃんだけど自動で鳴きますもので、よいしょ、トントン。はい、じゃあこんにちは。おめでとう。いい、あのね、お年玉というのは今年は大日如来、あの猿の世界ですから、猿を鳴かしていただきます。それは大日如来様といって強い神様だから、自分の人生よりもっと下を、ということは食べるのも全部命が入ってから、みんなおいしく食べることと、あのお金なくてもいかにおいしくというとおいしい料理ができますから、そうすると命が助かってみんな若いになって、はい、みんなバカがいります。はい、はい、分かった、あなたバカかい。じゃあ皆さんも今年もよろしく、あの世の話とこの世の話と現実に起こってる不思議な世界の話に入りたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。暴走しちゃった。じゃあ続きまして、はい、この番組の総合プロデューサー、はい、そしてナビゲーターで映画監督の山崎勇さんです。明けましておめでとうございます。はい、ありがとうございます。皆さん明けましておめでとうございますってね、はい、でも言ってもう14日そうなんですよね。はい、早いですね。早いね、すごい早い。うん、僕でもお正月1日からずっともう仕事してたよ。あ、
そうなんですか。考えてみたら何のお仕事なさってたんですか。いや撮影の。撮影の。そう。そういえばちょっと見たことのある一章というか今日のいでたちは。そうそう、ね、このことは、はい、あの後半ね、うん、25分後過ぎぐらいで解き明かされていくわけですね。解き明かされていきます。あ、はい、私あの総合この番組の総合プロデューサーおよび今ナギベーター、ナビゲーターちょっと どうかしてるな今日大丈夫かな。わわナビゲーターを務めさせていただきます映画監督の山崎いそみです。頑張ります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。さあ続きましてこの番組の探検隊員ナンバーワンの、歌う王子様こと森茂雄さんです。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。歌うおじい様です。あ、それで森ちゃんは、はいはいはい、今日全般の特別ゲストでもあるんですよね。はいはい、そうですね。こういう格好をね。今日させていただいておりますけれども後ほどまたお話をよろしくどうぞ。よろしくお願いします。そして探検隊員番号2番ナンバー2の水木さんです。はい、明けましておめでとうございます。はい、明けましておでめとうございます。おめでとう。女速攻マルチタレントの水木です。マルチタレントなんだね。はい、なるほどなるほど。あのまあ本当は男なんだけど女装してらっしゃるという。そうですね、趣味の一環としてお仕事させていただいております。あ、女装が趣味で。はい。あ、なるほど。もしかしてね、マルチンタン、あ、違うマルチンタン、ちょっと後藤さん、この番組あの品のある番組なんでよろしくどうぞ。どうも、恐れ入りました。ちょっと脱線は、うん、いけません。そうですね。一応放送事故ということで、ね、うん、楽しくね、でも番組は進めたいんで。 でも楽しくって言ってもね、うん、ちょっとね今日のテーマはね、私ナビゲーターといたしましては構成ね、うん、台本書かせていただいて、うん、霊魂についてね、いろいろちょっと体験談および霊魂ってあるのかどうか、うん、まあ何でもいいから好きなことをしゃべくっちゃおうという、そうですね、ワイワイやりましょうという、うん、何もしかして、はい、あの天国のハソの花でそれがレンコンが霊魂になった話ですか。まあ、そうかもしれないですね。またまたなんかお話が脱線しそうですが、コトさん、はい、まず例のごとく、うん、一度アカペラで1分間ほど、今まで演歌っての歌ってませんね。はい、じゃあ一回あの分かりませんけど、ま、10年前に使ったあの板橋の女ですね。人新橋じゃないんですね。あ、はい、板橋の女って書いて、下板橋の人、うん、まあ、ま、森ちゃんね、新橋のね女って書いて新橋の人、うん、もうダムにも入ってますけど、そうそう、これも売り出し中ですよ。うん、じゃあとりあえずよろしいんですか。あ、いいですね。アカペラでね、演歌ですね。じゃあ皆さんアカペラで。あの演歌って何でしたっけ。演歌なんて、うん、こんなもんで演歌って、まあ、身になりますように。じゃあ、それじゃああの時間が経ちますんでよろしくお願いします。はい、いった橋の人に優しくされた君の心は明るく軽い和服姿が似合いますね。白い小指が震えています。あれが私の心の支え。魅力に負けて一人で降りる板橋駅は楽しく辛い。志村町から亀有に新婚武士が聞こえてきます。未来に向かって羽ばたけとはいい。この世の辛さ忘れたように人の心のぬくもりを知り、将来楽しかった約束を仲良く果たそう。この世のために生きて行きます。二人に幸を。生きて行きます。
二人に愛をいいってな感じで終わりです。なんかね、今までなんかカペラで歌ってくださった中で、なんか歌らしい歌という感じましたね。なんかいろんな疑問が出てきましたけどね。なんか板橋駅は楽しく苦しいって、楽しく苦しい、どういうことなんだろうみたいな。歌詞に引っかかるところがちょっと、いや、それはだから、あの、心の中で好きだけどなかなかこう思っては立てない。いけない、それであのすって考えちゃって、はい、その時あのね、詩にも深みがあってね、うん、意味が、ね、あるんですね、うん、全部あります。で、まあ一応やっぱり専門家のやっぱり森ちゃん歌手ね、ね、なかなかあの私はあの板橋の住民といたしましてはそうなんだよ、ね、考えてみたら、じゃあ親戚ですね。志村が出てきたね。志村が、ね、三浦さんとか、ね、そうそう、うん、なかなかいい曲じゃないですか。うん、今度あのそのうち歌わせていただく、あのそれと、まあ、ね、もしギターとか弾ける人がいたら、うん、この歌に合わせてこう逆についてきてもらって、うんうん、コードでどんどん弾いてもらっていくと、なんか本当の歌として演歌としてなんか完成するような気もしました。逆にでも演歌で三味線なんかやったら良くないですか。まあそういう、まあ、あの音楽作りの今話してるんじゃないんですけどさ、あのテーマは霊魂の話をしなくちゃいけなくて、そこへちょっと戻しましょう。はい、そうですね。ですからね、霊魂ね、僕はあの、まあ、小さい頃からちょっと、まず僕からちょっと体験談じゃないけど話させていただきますね。小さい頃からね、時々ね、みんなにバカにされたの。というのは、あの火の玉見たりね、まあ、実は幽霊らしきものを見たりしてね、それを話すとね、何言ってんの、みんなのいるかと言われてね。 でもいや本当に見たんだもん、本当に見たのよ。というのはどういうあの火の玉を見たかっていうと、うん、ある時友達のとこにね、あの遊びに行く時かな、うん、あのアパート、そこアパートなのよ、訪ねていくとね、うん、そこに行く時に木がかなりあのちょっとあのそのアパートの近くにあの生えてて、うん、それでその木のね、うん、ところにあのぶつかりそうになって、部屋の中から、うん、中からですよ、うん、火の玉がふわふわふわっといって、うん、木にぶつかろうと思ったらそのままパッと消えたの、うん、で僕はもう本当に見たの、うん、本当に見たことを友達に、わあんな見たんやって言ったらね、何、うん、あるかって言って、うん、自分は見たから言えたの、うん、それからね、ね、なんか実はちょっといろんなことで少し霊を感じるようになって、うんうん、あのその人になんかふーっとなんかついてることとかも見えんねん、うん、せやけど見えるけど言わない、その時はもう言わないでいたの、なんか怖いしずっと、うん、黙ってた、うん、普通の火の玉って言ったら、あの、まあ、赤い炎みたいなってイメージじゃないですか。でも本当に火の玉は自分見たことあるんですけど、あ、本当、はい、なんか青白っぽいんですよね。そうです、青白いんです、はいはいはい、青白いんですよ、赤関係ない、うんうん、それでその通り、あの書いてある通り、うん、糸引いてる、はい、シューッと、でもそれはなんか魂みたいなんですよね。で、って確かゆらゆらしてる、それでパッと消えた、パッと消えた。俺ね、絶対にあの木にぶつかろうと思ったの、うん、なんやろこれ、ホタルやろなって最初思ってたの、うん、違うね、まっすぐやもん、うん、それもしかもさ、窓開いてて、そのアパートのとこから、で後で聞いたおばあさん亡くなってたとかさ、へ、うん、あれ、じゃあそろそろ魂が、はいはい、いや、はい、で、あの、でか、だからもう専門家のちょっとことさんにやっぱり聞きましょう、はい、霊魂ってあるんですかね。いや、あの変な話だけどね、うん、え、あの岩手県の人がうち川崎で霊能学、そういう対人とか、あのそういういろんなことやってるんですけど、3年前からね、あの要するに親族が亡くなって頭が痛くてって来て、鍵があるからうち取り立つんですよ、字を書いてふって消してあげました。それは普通じゃ分かんないと思う、うん、それで軽くなって、それが5月4日5日の2時頃来て大丈夫ですって話とか、あとはあの変
言ったかな、去年の8月あの神奈川県から電話来て、うちはあの柴又の方なんですけど、うん、ね、実はねおじいちゃんと15年喧嘩して亡くなったんだって。12年経ったらね、要するに夢を見たから気になってって言った時点で、うちは神奈川県、あなた今とりあえず立ってるんですよ、なんで分かる、だからそれ影中分して、それは聞いたと思います。遠征と陽性がある人間というのはね、心があって、うん、あとは、あの遠くで地震があった時、うん、ね、あの要するにジュリアノってその、うん、なんとかのマジシャン で、うん、03みたいなの持ってて、うん、うちとずっと野上の大統領から付き合ってるんだけど、うん、その人が今不景気だからってね、白塚で占いやってるんだって、うん、5年ぐらいやってて1回あたり5000だって、それは分かんないよ。そういったらいやいやの、うちは意外と言ってたからね、うんうん、そしたらさ、変な話だけど、要するにね、神奈川県の足柄山の方で若い女の子6年間頭にそういうのがついてて、どうしようもないどうしようもないって電話来たんですよね。でどうするかって、ただその人は外人系だ、日系外人じゃ、ジュニアのっていうのはその場でとかで言うから、それじゃできない、したら5月21日地震になって連れてきたんですよ。1時ごろ、80何歳のおばあちゃん、はい、60何歳の奥さん、でその娘さん30くつよ、でその時点でじゃとりあえず黙って世間話始まって、どうしたんですかって言ってるうち、ええー、っていうのがうちの魂が体を解き始めて、意味わかんない、時点であんたは腰のとことこことここ痛いでしょ、なんだかつきものだよって字を書いて、その場で消してあげた。その後うちこう指輪とかその霊障の指輪を打ってんで、影中封印してふうふうって魂動くんだよね、魂動くんで、うわーって血の流れ変わります。そうしたらちょっと待って、どん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 視力がここまで溜まってきた、喉まで動き取れないってから、影中ふってやったら、そこ5分か10分でその場で聞いて、今度のなんか泣いたり笑って泣いて30分ぐらいやってた話とか。伊藤君は、はい、あのそういう経験あるの？霊っていうものあるとか思ってるの？私はね、全くそういうものを見たことがないんですよね、うん、UFO は見たよね、確か UFO 見ました。ただあの、うん、前回もお話ししたんですけれども、うん、夢かどうかわからないんですけど、その車の中でバックミラーに犯人みたいな怖いおじさんがブワッて現れたっていうのは一回経験してますけど、うん、それが霊かどうかっていうのはわからないですよね。いや、そんなことない、自分の肉体が多分そうなのかもしれない。いや、過去においてね、うん、あの要するにこの白子さんの過去においての霊気とか、その体内にそれがあるから普通の人見やすいんですよ、うんうん、森ちゃん、はいはい、森ちゃんもなんか、うん、本当はあのお金貸した人が、あ、そうそう、それちょっと話してよ、うん、どうぞ。もう一回ぐらい重複してもいいし、うん、いやいや、ね、まあ、うちの会社の社員だったんだ、社員というかね、仲間で、うん、それでもあのお金ね、ちょっと大金貸して、まあ、そのうち来なくなっちゃって、うん、まあ、あのもう会えないというか、まあ、お金も戻ることもないなとは思ってたんだけれども、まあ、たまたま友達に、ま、と会話の中でね、うん、あの市場って名前、まあ、言ってみるかどうかもういい、まあ、あのある名前ね、あの彼がいやさあの、ね、あの自殺したらしいよってことでね、それがあのうちの寮の方へわざわざ帰ってきて、で寮 の、 あの階段からね、うちの寮に入ってたんだけども、それでそういう話聞いてたんですけれども、あのもう何日か前に亡くなってるんだけども、それでうち帰って、うち嫁さんがね、いや市場さん、えパサ言っちゃった市場さんでいいよね、もう、まあ、市場さんね、あの来たけども、あのまあ主人夜遅くまでしか10時ごろしか帰ってこないと言ったらね、あのじゃあ後でまた来ますけどよろしくって言って、あの帰りましたって言ったんだけれども、そっとしたやろ、何言っても一番もうとっくにね、あの死んでるよ、亡くなってる、亡くなってるよ、亡くなってんだよってことで、あみたいなことで、どうだったの、本当だったのか、あのまあ嫁さんが嘘を言う必要ないんだから別にね、うん、それでね、やっぱりその霊魂っていうのはあるのかも、絶対ある霊がやっぱり言ったのか。それでね、森ちゃん、はいはいはい、この間ダムに入ったんだよね。ああ私ほらあの侍天馬天平でもちょっとね朗読劇やらせていただいてね、ありがとうございます。そうこの一覧、まあ、ね、あのコトさんの番組ですが、うん、まああの侍天馬天平の姉妹版でもあるんで、
まあ、兄弟番組なんで、たまたま、ね、昨年が歌だけで、うん、あそうですか、そう、ちょっとね宣伝やってみてよ、それで、あの、チランのホタルっていうのが僕は霊魂だと思うんで、そうですね、宮川三郎さんの霊魂だと思う、宮川三郎さんが、はい、特攻隊に、特攻に出る前にね、そう、お世話になってるあのおかみさんに、うん、あの、私は明日、うん、あの、死んだらホタルになっちゃう、ね、これからね特攻に出ますけれども、必ず明日の晩ホタルになってここに帰ってきますから、みんな待っててくれっていうことでね、じゃあそのチランのホタル、はい、早速聞いてみましょうよ、ね、ぜひ、よろしくお願いします、ね、じゃあよろしくお願いします、お言葉なんで、はい、まあ、はい、オペレーターさんよろしくお願いします、はい、人がいる陸軍特攻隊宮川三郎軍曹にこの歌を捧げます。俺もお前も短い命、この海の底、どうせ散るなら本懐遂げて蛍になって帰ってくるよ。来たなら甘酒くりゃれ、ほうほうほうたる恋、ほうほうほうたる恋、優しく歌ってくシャンセさらば祖国よ、愛しき人よ、死ぬじゃなけれども、役に立ててよおいらの命、開門だけに別れを告げりゃ、おつるもなお生き高し、ほうほうほうたる恋、ほうほうほうたる恋、よくぞ来たねと、ほうやんせほうほうほうたる恋、ほうほうほうたる恋、おいらのことを忘れはい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました、はい、よろしくお願いいたします。ではここで CM をどうぞ、はい、なんで俺だけ怒られるんだろう。
彼女にも愛想尽かされるし、今日は帰りたくないな。何もかも嫌になりそうな。あら、どうしたの？元気ないね。つけた顔してるね。まっすぐだよ。下も小さくない？あそこで元気もらえるよ。うん、いい湯だったな。ワンちゃんもあそこに行くのかい？明日晴れるような気がした。いらっしゃい。会いたい会いたい君のその笑顔に、あったかいあったかい僕らの住むこの街。あったかいな、足立。特別ゲストをお呼びしております。タンプクさん、こんにちは。あ、どうもよろしくお願いします。明けましておめでとうございま す。今年もよろしくお願いしま す。まあ、普段はですね、はい、お笑い芸人をやらせていただいてるんですけれども、まあ、縁あってですね、山崎監督の映画の作品に出させていただいてですね、これからちょっと山崎さんのお世話になろうかなというところであります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、僕ね、ほら、お笑いのね、番組もやってまして、出ていただいた時に、あ、ちょっと待って、こいつひょっとして演技力あるんじゃないかなと思って、おい、どうだい、出てみるって言ったらね、はい、そうそう、やっぱりね、なんか業界人間、要するに業界人間っていうのはおかしいけど、うん、長いですもんね、監督とかね、うん、それからそういうみんなに会うたんびにね、なんか勧められるとか言ってたね、うん、そうですね、演劇関係の方、この仕事やってると、あの劇団の演出家の方とかね、うん、と知り合うきっかけあるんですけども、うん、演劇関係の方なんかに言わせると、まあ、なんか使いたくなるような素材ではあるみたいですね。キャラありますもんね。そうなんですよ。ただ、うん、僕ね、演技の勉強本格的にしたことないんで、そこキャラだけでなんか使って、いや違う違う、申し訳ないなと思ってます。そうじゃない、あのね、演技力のある人とない人は、僕ね、5分ぐらい話しただけでね、やっぱり見抜きますよ。なるほど。もうね、やっぱりかれこれ、私がね、16歳の時に芸能界にデビューして、もう50ね、もう何年って経ってるんですよ。ね、まあ16歳で今72ですからね、もう56年半世紀以上やってるね。でも、まあ、その間ずっと、まあ、役者ばっかりやってたんじゃなくて、はい、役者は4年ぐらいかな。その後もうテレビのコマーシャルディレクターをずっと長くしててね、はい、でやっぱりどうしてもね、長いものやりたくて、うん、監督に、やっぱり映画監督になりたくてね、はい、で、まあ、映画監督に、まあ、なったんですけど、うん、それでね、はい、まあ、しばらくいろんなね、私もね、紆余曲折いっぱいあったんですが、うん、本当にね、やっぱり映画、やっぱり作らないとダメだと、みんなに映画監督、映画監督って言われててね、こいつ本当に映画監督なのかなって本当思ってるのかな、ちょっとそういうこともちょっとあってね、よっしゃーと思ってね、まあ最初ね、七福神を少し手がけてみて、まあ、パイロット版まで成功さ、まあ、完成させたんですよ。ただね、あくまでもパイロット版はパイロット版だから、それを世に出すものではない、うん、まあ、しかしね、ある時考えて、もう少しね、追加撮影したりしてって思ってた矢先にね、まあ、やっぱりディストリビューターの方からね、はい、監督、やっぱりこのどうしても映画やってよやってよって、まあ、そういうやっぱり僕のやっぱりディストリビューターの中でも不安が いらっしゃってね、監督してよって頼まれて、じゃあ分かったっつって、やっぱり V シネっていうのは、なかなかね、本当無名の人使ったりしてても全く売れないね、ただ僕は V シネで割とヒットさせてきたのがあるのね、セーラー服デカとかね、スケバンデカがちょうど映画になったりいろいろしてる頃に、ビデオ版でああいうものをビデオ版のオリジナルをやろうと思ってね、まあ、それはね、もうすごいヒットしてきてたの、それで、うん、そうだと思って、今度はそれは中学生とか現役の高校生使った可愛い子ちゃんを本当にね、もうコマーシャルに出したらもう遜色ないぐらいの可愛い子ちゃん3人揃えてね、
やったの、したらバカ売れにやっぱり売れたのね。でやっぱりでもそれやってた時にね、ふっと思ったのよ。今はさ、世代はさ、まあ僕らの年代っていうのかな、本当にさ、まあこうもうほら老人が増えてきてるね。今人口増えてるんだよ、かなり。なかなか寿命も伸びてる。そこでね、まあ50代でもおばちゃん連中、元気なおばちゃんいるやろうしと思ってね、それでタイトルをね、まあご存知のように、はいはい、3匹のおばちゃんデカ。そうおばちゃんデカ、私は悪役ということ。そうです、冒頭でちょっとね、オープニングで、そうですね、あ、使っていただいてるんですか。それで、まあ、やっぱりどうしてもね、 V シネっていうのはね、お色気もないとあかんので、でまして知名度のない人を主役に使う、実はね。でもこの人がね、ね、伊予君がスカウトしてきてくれたんですよね。そうですね、はい、女優さんですか。女優さん、あら、大変な女優さん。自分で劇団をもう20年も主催してきて、そして実はね、渡辺謙さんなんかが、はいはい、おられた縁っていう劇団縁。そうです、はいはい、超一流のところにも、入ってられて、なんか謙さんと同期らしいですね。そうですよ、ちょうどね、同期で、まあ、後輩になるんだよね。その女優さんね、私その女優さんとの、ね、出会いがあって、それでその人実はね58歳なのよ、ね。まあ、飯尾君もね、まあ、一応50代だけど、そうなんですか、40代じゃないんですか。それでその、ね、3匹の、ね、はい、おばちゃんデカで準主役で、はい、3匹のうちの1匹をさせていただいております。1匹、はい、してる、はい、それでその方はね、まあ、実はね1月の4日に発売したね、グラビア、そうグラビア挑戦してくれたのよ。まあ僕の映画の、まあ、主役もやるということもあって、なんかこう思い切って、普通58でね脱がない死体を晒すというのはねあれだけどやったんですよ。でまあちょっと表紙だけねお見せしますね。まあ水戸黄門にも出たりしてたね、女優さんなんですよ。名前言った方がいいんじゃないですか、ね、いや毛利真子さん。そうです、毛利真子さんね。で、この方が主演で、はい、北条真子っていう役で、あ、ね、真は魔力の魔、ね、そして、リーダー役、まあ、刑事なんですよ。刑事でも特務機関の特務刑事なので、まあ、どっちかというと特殊な刑事だから、国際的にもいろいろ進出できるような、そういうふうな設定にしてあってね。そして準主役の飯尾寛子くんの役は自分でちょっとし、はい、やりなさい、はい、イエロータイガーというコードネームをいただきまして、暴れまくります沢博美役で出演させていただきます。沢博美は私のキャラを生かしましておっちょこちょいな役でございますので、皆様このお色気の毛利真子さんとはちょっと対照的な感じになるんですけれども、応援をよろしくお願いします。でもね、なんかね、はい、背中ぐらいは出してもいいとか言ってましたよね。ね、はい、多分、はい、まあ、ポスター撮りでね、由美香織ぐらいはいてる。あ、そうですね、ポスター撮りでね、ま、ポスター撮りではやっぱりちょっとね、そうですね、私は OK なんですけれども、うん、社会の方たちが受け入れてくれるか、うん、それがとっても心配なんですけど。そんなことないよ、塾女好きな人いっぱいいますから。塾女大好き、塾女の背中ならいいんですけども、そうですよ、シミだらけとかそんなことない、シミはないと思うんですけど塾女あなた割と言いますね。多分そのままのキャラクター通りで、はい、塾女に至る前のなんか、はい、体型なのですいませんっていう、塾女を感じていただけない体型だと思います、すいません。ほんまかいな、はい、ね、ほんまかいな、爽快なんだって、うん、あ、それぞれカラーがあるんですね、はい、3匹のおばちゃんだから、はい、あとね、ね、歌手の宮間礼美さんがね、宮間礼美さんも、はい、コードネームが、コードネームがレッドドラゴン、ドラゴンですね。あなたのコードネームはイエロータイガーでございます。で、真子さんはブラックイーグル、はい、まあ、ワシですね、ブラックイーグル、そうです、黒いワシって言いますね。
まあ、そういったみんなイメージがあって、はい、コードネーム、うん、で実はこの格好ちょっと聞いてんの。そうさっきね、なんでこの格好してるか言ったら、はい、こういうね破天荒な服装をしている実はその3人の、うん、ねおばちゃんデカをちょっとなんていうのかこう操るって言ったらおかしいけれど、あれ監督も出てるんですか。うん、そうそう出てる僕ねその彼らのトップの役をやってるんですよ。ね、はい、うん、まあなんていうのか、そう司令塔ですよね。司令塔って言ったらおかしいけれど、はい、そうその正義の味方、特務機関の、まあ役職はね経営姿勢をやってるんだけど、まあどちらかというと少し影に潜んで、あまり表には出ない。うん、そう3人をまあどっちかというとチャーリーズエンジェルのほら。ちょっとそのパクリもあるかもしれないけどそういうちょっとコミカルなね、はい、みんなのまとめ役みたいな感じでやるんですよ、はい、で、琴さんもねちょっとなんか面白い気の触れたなんか人かなんかにするか、なんか逆にそういうそのまま霊能者かなんか出ててもらってみたいな。そうですね、琴さんはでもこのキャラがもうバチなんで、キャラのままで出てもらおうかなとか思ったりもしてね、はい、このおむちゃん持ってねこう常にで森ちゃんも出てもらったんだよ。あ、そう知ってますよ。琵琶を持ってくる、はい、あんまりねストーリー内容あんまり言わん方がええねんけど、内緒にかっこよかったよ。でも森これ森しげおっていうようなね雰囲気で、はい、ちょっと見せていただいたら、ちょっと見たろ、はい、森ちゃんだって分からなかったです、ね、分からなかったごめん、はい、そうだろ、ちょっとね、そのぐらい ね変装っていうのか、はい、うわー森ちゃんすごい雰囲気あるよなと思って、うん、どうすかというところで、七福神でもね随分活躍していただいてます、ね、そこら辺でちょっととどめといてですね、はい、まああともうちょっと時間はあるんですが、ちょっともう一回本トンプクさんの不思議な体験を聞こうかなって思ってるんですけど、はい、そうそう霊魂とか不思議体験っていうのかな、不思議探検というタイトルなので、はい、私もまあ36になりました今年、はい、まあ、これだけ生きてるとまあ不思議なことの一つや二つあるんですけれども、僕がまだ二十歳ぐらいの時ですかね、うん、母方の祖父母と同居してまして、でうちの母方の祖父がですね、まあもう結構いい年だったんで、病院に入院してたんですね、はい、でうちのおふくろがその、まあ、祖母とその入れ替わりで、うん、祖父のその病院に行って祖父のこう世話をしてたんですね、うん、で住んでるところがまあ僕もともと多摩地域の国立っていうところだったんですけど、いいところですね、でその祖父が入院してるのが八王子の駅前だったんですね、はい、駅前の病院だったんですけど、うん、僕学生でですしてね当時、うん、でまあ携帯電話持ってたんですけども、夕方にですねその、まあ、おふくろが病院にじいさん その世話をしに行って帰ってくるんで、車でちょうど僕いたんで迎えに行ってやろうと思って、うん、で八王子の駅前まで行ったんですけれども、うん、よく考えたら、うん、まだ90年代の、ね、後半ぐらいだったんで、うん、僕はね携帯電話持ってたんですけど、母親が持ってなかったんです。あ、そうですね、で特にその待ち合わせ場所がどこかとか決めてなくてですね、はい、であれなんで俺自分でその八王子まで来ちゃったんだろうと、うん、不思議に思って、あれどうしようかな、お袋とどうやって連絡取ろうかなと思って、うん、八王子の駅前を車で走ってたら、うん、ふっと歩道を見たら、うん、お袋がこう歩いてるんですよ、偶然。そこでポンポンとクラクション鳴らしてお袋と落ち合ってこう国立まで車に乗っけて帰っていけたんですけども、うん、要するに なんていうんですかね、その虫の知らせっていうか、うん、その本来ね普通に考えたら、うん、うちのお袋は、ね、携帯持ってないん で八王子の駅前も結構広いじゃないですか。そうですよね、駅前のどこにいるかも分かんない状態で、うん、車で行ってそのお袋とばったりそのどうしようと思った瞬間に歩道を見たらお袋がいたんですよ。だからなんかこうね、そういう目に見えない不思議な力みたいなのが世の中にはあるのかなって、その時そういうふうにやっぱり感じたんだね。感じましたね。そうだろう、それは感じるよね。そうですね、偶然にしちゃちょっとあれと思ったし、
その国立に車でいた時になんで俺は八王子まで行こうと思ったのかってのもよく自分でも分かんないですよね。なんか命令じゃないけど、ピッとこう国立で、国立に行ってお袋が八王子の駅前でもう国立に帰ってくるからっていうんで、もう僕は親切心で迎えに行ってあげようって思っただけなんですけど、なんか何かが脳の中に入り込んで命令したのかもしれないですよね、神だか神様だか何だか分からないですけど、不思議なことって偶然かなって思ってるようなことでも実は仕組まれてたというかね、何かに動かされてっていうこともあるかもしれないですよね。それじゃあ琴さん、琴さんは、まあ、琴さんやっぱりこの霊魂のことで、最後ちょっと締めくくっていただいて、あとねちょっとやっぱり飯尾くんの歌でね、エンディングにしようかなと思う。じゃあうちが話がどんどんよろしくお願いします。一回締めてください、この霊魂の話を。霊の話はね、みんな真面目だから、日本人はみんな良い人だから、まず霊ですね、だから日本人本当に頭下げ、それが外人は分からないって、常識常識が思い入れとか相手の気遣い全部霊でございます、ということで、あとこういう話をします。遠隔操作の話しようかな、要するにね、変な話だけど、筑波山の稲神社にあるんです、稲神社ね、そこでうちは声を、糸の指はこう普通の大田というのは心だって命、これは霊障だから、これを毎年買ってる人がいるのね、そしたら、おばあちゃんを抱っこして連れてきて、2ヶ月前にね、要するにアキレス腱切ってほとんど動けないって連れてきて、鍵違いで月物と字を書いて10分か15分でその場で歩いた話とか、あとは要するにうちのお父さんが頭が痛くて、ずっと2週間あるから遠隔操作してください、佐野の方の人です。でその人は、出会いは昔もう8年か10年前に彼氏と彼女で来たんですよ、それでお腹痛いって鍵中封印してあげた、そしたら2ヶ月だったら手紙来て、手持ってます、なんか子宮のポリプが効いて内科の先生3人が大騒ぎしてるっていうので始まって、でその間今度結婚したら、今度やっぱりね、子宮じゃないけどそのポリプができちゃって、手術で助けてくれって言って、2年経って10月頃来たから、手術嫌だからもう苦しんでるって言って来てもらって、また鍵字やったらなんかそれで取れて、痛み取れたの、それでなんかやっぱり気になるからって1月来て、2月の手紙には全部聞いてます、ね、ということと、そういうことで、あと5月12日電話来た、その人ね、何か、助けてって、スズメバチに20日の死刺されたらしいんですってね、スズメバチに刺された、前もだから2回目なんだって、あれすごい危険なんですよね、それで3日経ったんだけども、頭もまで子宮命で死にそうだからって、5時頃電話来て、うちも前も助けてるから、でうちに帰って線香で血管層空間ごめん、それで持参だから巣をね、コップにいっぱい、医者じゃないから巣を伸ばして鍵中封印したら、もう意識不明になる人が9時半頃電話来て、どうにか確かあるってなった話で、その人はまだっていう、いっぱいあるんですよね、その人はね、そういうね、なんかこうお父さん前言ったと思うんだけど、お父さんが頭痛くて2週間実家に遠隔操作してくださいって言って、電話来たんですよね、それで陰口で、うちは手から寝て空間に動いたり、もう住所知ってるから頭でそうだよね、実体感やってたら、3日経ったら会社に来るようになりました、どうもありがとう。琴さん、琴さん、遠隔操作っていうのはやっぱり電話かなんかでおやりになるの？手から熱が結界する、くもんで携帯かなんかで、だ話ちょっとごめん、結界空間歪めると、そこは別な次元があって、ただいわゆる要するにこの異次元の世界じゃないけど、要するに地球には別な枠があって、それは空間歪むと遠隔できるんですよ。そういうことなの。何もその携帯で何もしない、会話するんじゃなくて、わかりました、ね、はい、まあ、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ、はい、次はですね、私以前こういうテムスというグループにいまして、その時に出させてもらった曲なんですけれども、監督のプロデュースされています、サムライテーマ天平ただいま参上という番組でエンディングの曲となって今歌ってるんですね、はい、でこのマイハッピーをちょっと歌いたいと思いますので、よろしくお願いします。皆さん聴いてください、はい、よろしくお願いします。皆さん
化粧のり悪くがっかり大変なの主婦って。旦那様8時すっきり、娘見送ってすっきり、ワクワクドラマタイム。パン屋で働く娘を覗いてそっと微笑んだ。時には不審者と言われても、家族の平和守るのだ。私はスーパーウーマン。スーパーか、思い出した、サボってちゃっかり、おいしいランチでがっつり、財布だけダイエット。 It's time for me. 主婦のたまり場はやっぱりストレス解消、さっぱりいろいろ話しちゃおう。 この前ねママのご飯が一番よと褒めてくれた。買ったものといえず複雑よ。振っていたら知らない人でびっくり、そのまま両手上げ体操よ。 Oh yeah, Oh yeah, Oh yeah. My happy every day. 太陽さんさんスマイル、皆さんキッズエンダーリン、本日も楽しいこと探そうよ。ありがとうございました。じゃ最後ちょっと締めてもらう、はい、この猫ちゃんで、ね、こちらコトさん、あ、それで、はい、これ電池切れなんじゃないですか、大丈夫はい、これはね、いい、これは幸せのブルーバートルといって、人間は心がね、あの、ごめん、地球もみな水色でしょ、心が幸せ、 この子が話すと皆さん福の神座敷わらしになるから起きてください。こんにちは、いる、こんにちは、いないよ、どうしたの、みんなここにいるのは、福の神が起きれないよ、ね、世の中のために尽くすと全部お金なんてじゃない、心と全部みんな入ってくると思う、そうかい、いや、福の神、お前福の神本当かい、福の神も起れない、ほら、いい加減しなさい、福の神でしょ、うん、いや、福の神ね、福の神、うん、じゃあ招き猫も一緒だね、マイキング鳴いてごらん、はい、コトさん、あの猫ちゃんって鳥とか食べちゃいませんか、大丈夫ですか、いや大丈夫です、猫は今ね、うん、あのそういう雑食しなくなったから鳥違い、猫は昔は生きるためにやった雑食、今もう全部あの自然体の食事やってから、猫が人間の子供になっちゃってるかもあるんです。じゃあこれですね、はい、猫ちゃんは本当はお母ちゃんはあなたでしょ、猫みゆみゆ、はい、じゃあコトさん、あのね、あ、来月は2月11日でございますので、はい、また皆さんに見ていただきたいんですけれども、はい、やっぱり脳みそハッピーキャラですね、はい、分けるかな、して、はい、では皆さんどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました、どうもありがとうございました、2月11日お楽しみに、はい、さよなら、うん、さよなら、ありがとう、またお会いしましょう、どうもありがとうございます、さよなら、はい、はい、ありがとうございます、にゃん決まったね、さよなら。